福岡市博多区の市道で今朝、車と自転車が出会い頭に衝突する事故がありました。自転車に乗っていた高齢男性が意識不明の重体です。警察によりますと、午前7時10分ごろ、福岡市博多区吉塚の交差点で、普通乗用車と自転車が出会い頭に衝突する事故がありました。現場は一灯式の信号のある交差点で、車が黄色の点滅信号側を、自転車が赤色の点滅信号側を進行していたと見られています。この事故で、自転車に乗っていた74歳の男性が頭などを強く打ち、意識不明のまま病院に運ばれているということです。車を運転していた女性に怪我はありませんでした。警察が当時の状況を詳しく調べています。